参る。皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さあいよいよ島津との決戦だ。腕が鳴るわい。そして今回もゴリ押しで攻めていくぜ。何ですか。御意にござる。さあ島津領、切り取り次第といくぜ。ありがとうございました。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。出陣します。出陣するぞ。出陣します。出陣します。始まったな。加勢いたす。さようであるな。加勢いたす。出るぞ。我に打てぬ敵なし。それにしても敵が湧いて出てくるわ。天下は攻めの戦いだからな。これが最後に我らと感化を交えるは島津であったか。信長が討ち取った。我らに打てぬ敵はありません。ここが貴様らの地獄よ。我らも加勢する。出るとするか。我においおい、押されてんじゃねえの。案ずるな。最初は抵抗が激しいものだ。これが新しい。うむむ、さようであるか。負ける気がしないな。敵将打ち取ったり。助立ちいたす。ここが貴様らの地獄よ。ここが貴様らの地獄よ。まずは市議さん上を落としたぞ。島津を追い詰める最初の一手であるな。我が戦。よし、統一城も落としたぞ。さようであるな。敵将、捕獲した。加勢いたす。出陣するぞ。我が道を開けよ。我が策で勝利をつかみます。早々ともに城を落としたぜ。なかなかいい感じね。我らの力、侮るなよ。お味方が捕らえられました。敵将。うむ、竹部山城も落ちたわい。敵将、この調子でどんどん行こう。出陣するぞ。止まれ。敵を追い詰めるのだ。加勢いたします。高屋城も落としたしすぎだな。高島屋に見えたのは内緒。止まれ。いざ参ろう。あなた方はもう終わりですね。敵将、捕獲しました。逃げられます。これで有岡城も落ちたか。近畿圏を制圧するのも時間の問題ではい。命にするな。生きるのだ。出陣する。待機します。一進一退が続くな。我が領内に敵が迫っております。しかもまた攻めてくるし。我らが負けるなど。ここは辛抱のしどころだな。さようであるか。我が策で勝利をつかみます。お味方が捕らえられました。我が領内に敵が迫っております。よしよし、やっと石山ごぼうを落としたぞ。忠勝、よくやったぞ。敵将。あれあれ、春間様じか。世話になった。成仏せい。城に取り付け。助立ちいたす。うむ、飯盛山城も落ちたか。西盛山じゃありません。再起ろ。出陣する。我らも加勢する。洲本城も落ちたぞ。敵将、四国攻めの足がかりができたわい。そして赤城城も落ちたぜ。我らの勢いは本物であるな。うむ、シワダ城も落城だ。敵将、我らの手にかかればすぐに落ちるわ。我が道を開けよ。止まれ。敵を追い詰めろ。そしてしれっと落ちる西下城。次は四国を攻めるか。捕獲した。ここで捕らえた武将を見てみよう。鍋島直茂に塩賜る。お、竜造寺高信がいけるぜ。海藻雲、いかに塩賜る。あれは竜造寺四天王の木下正直だな。小早川高影、いかに塩賜る。
こっちは本願寺剣女がいけるぜ。立花同説、いかに塩玉割る。鈴木貞優か、いいねー。島津家久、いかに塩玉割る。さあ本拠を移して仕切り直しだぜ。さようであるか。島津の優秀な武将を口減らししたことで弱体化が期待できるな。もったいないけどしょうがないね。出るとするか。この戦、我らの勝ちだ。どうした、かかってきな。お味方、お中心、福留近政殿、内地に。そうか、その方の死は無駄にはせん。敵将、捕らえたり。逃げるなら今のうちだぞ。助太刀いたす、力を合わせ、戦い抜けばな。よし、大御城も落ちたぞ。大御、読めねえ。出るとするか。力を合わせ、戦い抜けばな。助太刀いたす。うむ、武田城も落ちたか。天空の城か、手と思い出すな。そこ、シータとかじゃなくて。もう打ち破り。我らが負けるなどありえん。お助けいたします。我らが負けるなどありえん。我らが負けるなどありえん。我が道を開けよ。古き王は信長が王者。弓の寄贈も落ちたようだな。じわじわと追い詰めてくれる。捕らえたり。我に打てぬ敵なし。うむ、黒い城も落ちたか。さようであるな。捕らえたり。待機せよ、止まれ。よし、桑の城も落としたぞ。敵将、いよいよ四国攻めが始まるのね。待機せよ。助太刀いたす。ここが貴様らの地獄よ。逃げるなら今のうちだ。加勢いたそう。昇水城も落ちたようだな。敵将、この隅山城も落ちたとのことでござる。もっとガツガツ言っていいかな。いいと思う。かしこまりました。かしこまりました。これが我が魂、我が覚悟。無事にするな。生きるのだ。逃がしゃしないぜ。うむ、引けた城も落ちたな。四国平定のすぐであるな。味方が捕らえられました。伊沢城も落ちたわい。四国は問題なさそうね。今のうちだ。出陣します。助太刀いたしますぞ。出陣する。戦場へ参る。取り囲み。助太刀いたす。換気城も落ちたし、だいぶ制圧してきたんじゃないか。出陣するぞ。確かに、ただ油断大敵ですぞ。出ると思っているのか。逃げるなら今のうちだ。敵将、捕獲した。出陣します。幹城も落城だ。飢える前に降りるとは感心感心。敵将、捕獲したぞ。待機せよ、止まれ。取り囲め。これが戦の作法よ。加勢いたそう。五着城も落ちたか。この雑火器軍団の前では鬼島津といえども無力よ。待機せよ。ちょっと操作ミスがあったが、粗暴城落城だ。捕獲した。どうやら姫路城も落ちたとのこと。捕らえたり。出陣します。それではまた捕らえた武将を見てみよう。あれなるは島津家久の息子、豊久。そして関ヶ原の戦いで島左近を討ち取った戸川道康。島津豊久いかに塩玉割る。河野氏の家臣、大野直重がいるな。やや、あれなるは島津義久の弟、義弘。松永久秀の嫡男もいるな。島津義弘いかに塩玉割る。止まれ、包囲します。よし、室津城も落としたぞ。だいぶ勢力を拡大できましたな。捕獲した。止まれ。それでは勢力図を見てみよう。さすがに滅ぼすまではいかなかったわい。しかしさぬき、播磨の方まで制圧したぞ。我ら崎柿軍団、向かうところ敵なしでござる。
さあ手島津よ、そろそろ決着をつける時が来たようだな。首を洗って待っているがよい。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次回、全国統一柿崎幕府、お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。